2021年4月4日日曜日、この日は夜勤明けで麺屋サイトラに行きました。今月から提供されております限定麺が非常に気になっておりました。こちらが、4月から提供されております、今月の限定麺であります。サイトラ風沖縄そばでございます。具は、刻みネギが散りばめられており、中央に小口切りの青ネギ、メンマ、かまぼこ、紅生姜、豚ソーキ肉、つまり豚バラ軟骨が3枚でございます。具はまさに沖縄そば風でありますね。で、あっさりかつおだしスープとのことでありますが、普通沖縄そばの場合は、かつお節のスープのみならず、だけではなく澄んだ豚骨のだしがベースになるかと思われます。ですがサイトラ風、沖縄そばというのはその豚骨のだしが使われているかは不明でございます。はい、それでは油感のない濃い琥珀色に澄んだスープをいただいてみたいと思います。いいですね。本日求めてきたものはやはり油感のない、かつおだしの効いたスープ、もうすでにあの紅生姜の塩味と酸味がスープに、混ざり込んでおります。ビジュアルの通り、油感がなくあっさりすっきり澄んだ飲み口でございます。しかししっかりとコクも感じます。メインはやはりあのかつおだしでございますね。かつお節のみではないかと個人的には思いました。昆布、椎茸あたりも使われているのかなと思います。しかし、難しいですが、やはりあの動物系は使われてないような感じがしました。その代わり、醤油とみりんが若干こう強めな感じでございます。それで先ほどからすすり上げております、中太の縮れ麺、断面平打ちですね。中華水の熟成の感じですね。非常にプリ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 としており、すすり心地と喉越しが抜群でございます。食感には程よい弾力感を感じます。中太縮れ平打ち麺にこのあっさりとしたかつおだしのスープの組み合わせがやはり沖縄そばを想定させてくれます。そして紅生姜が非常に良い仕事をしておりますね。程よく酸味と塩味をプラスアルファ、演出しておりますね。小口切りの青ネギと紅生姜を全体に混ぜ合わせてすすり上げるとなおなおそれを感じてきます。それでは圧力鍋で煮込んだというソーキ、つまり豚バラ軟骨をいただいてみたいと思います。とろっとろでめっちゃ柔らかいです。軟骨まで柔らかくてめちゃくちゃ美味しいです。で、甘くスパイシーなこの味付けが光ってますね。このトロトロで柔らかい、このソーキを、豚バラ軟骨を、先ほどの味付けが引き立てております。で、メンマはあのシャキシャキで、食感の変化を楽しむ具でございます。で、かまぼこは沖縄そばらしさを創出しております。4月頭から提供されておりますサイトラ風沖縄そば限定ラーメン、非常におすすめの限定であります。油感オイル感のないかつおだしがメインのあっさり優しいスープ、しかしあっさり優しくもしっかりとコクを感じます。醤油とみりんがかつおだしをしっかりと底上げしており、さらには具の紅生姜、豚バラ軟骨も味をしっかりと底上げしております。スープの旨味を、かつおだしメインのスープの旨味をしっかりと底上げしております。なので全然ボヤボヤした飲み口ではありません。そしてそのかつおだしメインのスープと組み合わさる中太縮れ熟成中華水平打ち麺、この組み合わせ感が沖縄そば感を非常に創出しており、麺がもうプリ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 で
すすり心地、喉越し抜群、これが非常に爽快であります。はい、それでは再度早期豚バラ軟骨でございます。この早期めちゃうまでございますね。ホロホロトロトロと溶け落ちまくりまクリスティ軟骨溶け落ちまくりまクリスティーナでございます。麺屋サイトラの限定ラーメン、サイトラ風沖縄そば、非常に美味しくいただきました。おすすめの限定でございます。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。